落ち着いて動こう。人類の未来のためだ。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛を駐屯兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を駐屯兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。ウォール・ローゼの死守のため、皆心して命を捧げよう。解散。はっ。エレン、戦闘が混乱してきたら私のところに。アッカーマン訓練兵、お前は精鋭班の後衛部隊に入れ。しかし私の腕では足手まといに。ミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でも頼みがある。一つだけ。どうか死なないで。死なないさ。俺はこんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。おい、お前もう一回言ってみろよ。バカと一緒でついてないって言ったんだよ。私はなんだと。もう今は喧嘩してる場合じゃないよ。あ、いいところに。聞いてよ、ユミルとポニーったら。はいはい、わかったわかった。私のクリスタに免じて今回は仲良くやってやるよ。ああ、こんな時にいがみ合ってもな。とにかく一緒に頑張ろう。お前らくれぐれも私とクリスタの足を引っ張るなよ。ちっ、口の減らねえやつだ。行こうぜ。俺たちの任務は中衛部隊の支援だったよな。よし、訓練の成果を見せてやろうぜ。ユミルが先行して偵察に出てるの。まずは合流しなくちゃ。ユミル、任せたぜ。ゲンだ。見えたか、えらいことになってんぜ。巨人がもうこんなに。ちっ、しかねえか。さっさと巨人どもを倒すぞ。へっ。頑張らなきゃ。私もみんなの役に立ちたい。
ああ、そこのバカより100倍マシだな。おい、誰のことだよ。あの縁談、救援要請だよな。おい、助けに行くぞ。ほっとけよ。じゃあ私らの持ち場じゃねえだろ。でも私は行く。見捨てていい理由なんてないよ。知らせてくれ。その時は君の援護に向かう。助かります。これを使えば拠点を設営してくれて補給も受けられるんですよね。頑張らなきゃ。私もみんなの役に立ちたい。近づいてきてる。よし、やるぞ。私だってやってやるんだから。辺りにはいなくなったね。行こう、エレン。僕たちの持ち場はこの先だ。お前ら、また後でな。よし、俺が討伐するトップだ。あ、エレン、気をつけてね。そろそろガスが心配だな。一度本部に戻って補給しようぜ。
変だ。助けに行かなきゃダメか。飛ばする。畜生、もうダメだ。誰か助けてくれ。いたか。やるぜ。すまない、俺も戦う、手伝わせてくれ。邪魔で補給に行けねえんだ。討伐を手伝ってくれ。死にたくねえよ。内地に行けたっつうの。動けねえやつはほっとけ。とっとと補給するぞ。あの色は、助けに行かなきゃ。補給は済ませたな。よし、ここから離れるぞ。
待って、巨人が一体こっちに近づいてきてる。ほっとくわけにはいかねえな。ここで仕留めるぞ。もう死ぬのか。誰か救援を頼む。落としたぜ。感謝する訓令兵。俺は砲台を起動し援護に回る。討伐する。無理すんなよ。その巨人他の奴よりヤバそうだ。なかったな。もういいだろ、撤退しちまおうぜ。うなんだ、エレンたちが向かった方からだ。急ぐぞ。精鋭部隊は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。飛行した。何しやがる。マジで避けまったほらくろ。
なところで死ねるか。アルミ、お前が教えてくれたから俺は外の世界へ。また来てくれよな。何が必要なんだ？またいつでも来い。何を作りたい？また来てくれよな。役に立たなきゃ。最善を尽くそう。行くよ。エレンたちと同じ班だったよな。あいつらどこ行ったんだ。アルミ、まさか。見りゃわかるだろ。全滅したんだよ、こいつ以外は。うるせえな。アルミは何も言ってねえだろ。こんな巨人から丸見えの場所でおしゃべりしてる場合じゃねえ。私らも食われちまう。やめて、二人とも。とにかく目立たない場所に移ろう。アルミ、動ける。お前ら、休んでる暇はねえぞ。巨人どもにだいぶ押されちまってる。市民の避難はまだ済んでねえ。今公営に抜けられたら大変なことになるぞ。うん、でも気になることでもあるのかい？何があったのか大体察しはつくけど。とにかく今は時間がねえ。生き残りの兵をかき集めて少しでも巨人を食い止めるぞ。あなたは先に行ってて、私たちも後で合流するから。前衛は壊滅状態だってのに、後方にいる住民の避難はまだ終わらねえのか。
そうみたいだね。俺たちで中衛を援護して巨人を食い止めるしかねえだろ。へっ、あっちにいる中衛の班に巨人が近づいてる。助けなきゃいけない状況みたいだね。援護します。助かるよ新兵。よし、倒したな。さすがだね、ライナー。ここはもう大丈夫。他の仲間の援護をお願い。救援要請か。巨人を侵入させちゃまずい。誰か援護を頼む。ありがとう。恩に着るよ。よかったらこれを使ってくれ。先輩方はほとんどやられちまったのか。そうみたいだ。他のみんなはどうなったかな。今は仲間を信じるんだ、ベルトルト。援護に来ました。悪いね、助かる。バスが多いね。キリがないよ。なんとかするしかねえだろう。新兵、援護に来ました。ありがたい、頼む。やるじゃないか。どうも。もう平気だよな。よし、他の奴らを援護してやってくれ。まだだ。住民の避難はどうなってるんだ。公営の様子を見てきてくれないか。この辺りは俺たちで何とかする。頼むぞ。
たちを無視する。飛行士だ、考えても無駄だ。早い、精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。見事だ、アッカーマン。さすがだな。住民の避難がまだ済んでいない。ソイン、あの貴公子から住民を守れ。お前は中衛部隊の新兵か。住民の防衛を手伝ってくれ。敵を取りこぼしたのか。早くここを片付けてエレンのところへ。私も続こう。前の方は何をもたもたしているの。早く進んでよ。まだ住民の避難完了には時間がかかるか。避難はまだ終わらないのか。邪魔だ。やった。住民の避難は完了したな。俺たちも撤退だ。壁を登るぞ。精鋭の撤退を支援してきます。おい、アッカーマン。そこの新兵、あいつを追ってくれ。討伐した。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら市川塚、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？
レンはどこ？クンレンヘ34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。僕の身代わりに今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。壊滅する前に何とか突入しねえと。やってやる。飛ばせ。死んでたまるか。人数を揃えて先に周りの巨人を倒すのはどうでしょう。そうだな。俺は他の逃げ遅れた奴を探して協力を頼んでくる。本部の周りの巨人を減らさないといけません。この縁談、助けが必要だな。倒す。本部に群がってる巨人を討伐しねえと。あの縁談、助けが必要だな。
突入する作戦を行っています。力を貸してください。わかった。とりあえずこれを使って。助かります。これを使えば本部の周りの巨人を倒せるかもしれません。やった。ここで死ぬのか。私たちは本部突入の作戦を行っている。協力してほしい。何？分かった。手を貸そう。これはお前が使ってくれ。ありがとう。これがあれば本部周辺の巨人を倒せるかも。本部が崩れかかってる。間に合ったみたいだな。僕も戦うぞ。もう持たねえぞ。周りの巨人を急いで何とかしろ。じゃあまさかお前に葉っぱをかけられるとはな。うるせえ。何としても本部に突入するぞ。ジャンは勇気があるね。生きるか死ぬかの瀬戸際なんだぞ。やるしかねえだろ。なかなかやるな。本部に突入できるんじゃねえか。くそ、
俺たちを狙ってやがる。ここで討伐するぞ。任されました。味方本部に突っ込むなら今しかねえ。行けるか？この世界は残酷だ。美しい。いい人生だった。戦え！
ごめんなさいエレン、私は諦めない。やるよこれ。あったかいだろ。ほら早く帰ろうぜ俺たちの家に。死んでしまったらもうあなたを思い出すことさえできない。ああ思う。負けるもんか。補給班が任務を放棄したせいで余計に人が死んでんだぞ。どうしようもなかったんだよ。妖精じゃん。伏せろ。巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。これで脱出できる。行こう。あの巨人は僕らに興味を示さない。ひたすら目に入った巨人を殺してるんだ。今のうちに本部周辺の巨人を駆逐して敵場への撤退ルートを確保しよう。生存は絶望的だと思っていたのに光明が見えてきた。どんな困難な時でも諦めなければ道は開けるんだ。その巨人に手を出したらダメだ。そいつの興味が僕らに向いたら困るだろう。その巨人は他の巨人を攻撃してくれる。倒してしまえば僕らが窮地に立たされるぞ。みんなが本部に集まれたのはジャンのおかげだ。やっぱり指揮役に向いてるんだな。邪魔だ。
本部周辺の安全は確保できたかな。すげえな、あの巨人まるで怒ってるみてえだ。みんな今がチャンスだ。補給が終わった人から壁上に撤退しよう。止まって、誰か巨人を追い払ってくれないか。本部の近くに迎撃用の拠点を作りたいんだ。わかった、やってみるよ。無事に拠点ができたよ。ああ、これでみんなの撤退も楽になるだろう。あの巨人は一体何なんでしょうか。何って飛行士だろ。ああいうやつもいるんだな。補給が済んだんだ。俺だって巨人の一匹や二匹。ガスと刃は十分です。簡単にやられませんよ。やった、止まって、なさい、大丈夫だろう。壁に到着しました。もう安心ですよね。僕は他の仲間を壁上に誘導してくれ。君は本部の様子を確認してきてくれないか。やるもんだな。倒す。本部の守りを固めるため拠点を作りたいの。誰か手を貸してくれる？
それで撤退が楽になるはずよ。さすがに力尽きたみてえだな。これをエレンがやったってことか。おい見ろ、これじゃ壁まで戻れねえぞ。道を開くしかねえ。アルミン、エレンとミカサを頼む。そう。動かせそうにね。俺たちで巨人を何とかするぞ。エレン、やった。しばらく意識は戻りそうにない。僕たちでエレンを守らなきゃ。何がどうなってる。さあ、ね、その質問には誰も答えられないと思うよ。放ってはおけないよな。
エレンがあの巨人だったとは。ライナエレンは目を覚まさねえのか。エレンは生きてるんだろうね。よし、今ならエレンを壁まで運べそうだ。しかし、あいつに何が起こったんだよ。みんな無事でよかった。エレンやミカサはまさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。もうダメだ。巨人に食われるまで戦わされ続けるくらいならいっそ今。やめろダズ、しっかりしろよ。お前だけじゃない、みんな恐怖と戦っているんだ。サシャを見ろ、急に巨人と戦ってもなお気高き兵士のままだ。おあのお腹痛いんで負傷者にしてもらっていいですか。あ、もうダメだ。あ、よせ。お前からも二人に何か言ってやってくれ。無理に決まってんだろ。そもそもお前なんでそんなに落ち着いてられんだよ。とにかく早まっちゃ。なんだ今の音、砲声か。
悪く思うな。なんなんだこりゃ。おいお前ら大丈夫か。エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりなんかしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもし俺が脅威じゃないってことを主張して駐屯兵団を説得できるというなら、俺はお前を信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが。いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも巨人に食われてた。アルミン、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で走ってまといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ。彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。
人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術価値を解きます。うっ、予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ピクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。戻ろうぜ。次の作戦に備えねえと。